んにちは。今回紹介する本はこちらです、ジュリアン・アサンジ補課長、サイファーパンク、インターネットの自由と未来です。こちらは匿名による機密情報告発サイトウィキリークスの創始者の一人ジュリアン・アサンジによる情報技術のプロたちとの対談集です。インターネットに代表される情報技術は私たちの生活を便利にしてくれるものですが、一方で国家の監視によるプライバシー侵害の問題などこの側面も忘れてはなりません。そういった問題に対し、本書はディスカッションを通してさまざまな問題提起を投げかけます。多少専門的な内容ですが対談集なんでサクサクと読めることができます。今やインターネットと国家、プライバシーの問題について自分は関係ないと言い切れる方の方が少ないのではないでしょうか。その意味ではスマートフォンアプリで友人とメッセージを送り合う全ての方におすすめの一冊です。ジュリアン・アサンジ補課、サイファーパンクの紹介でした。こちらは制度者様より税別1800円にて発売中です。ご視聴ありがとうございました。